いたよ、あのウィルニの魚。魚が完全にいなくなったわけではないようですね。見てください。あっちにも。どうやらこの辺りに原因がありそうですね。どうやら原因は対岸にあるようですね。行ってみましょう。何かのよどみがここに湧き出しているのだと思います。これが魚が死んだ原因なの？どうする、正体はわからぬのか？浄化をしておきましょう。どうやら原因となるよどみは2箇所ありますね。ここです。私がよどみを浄化します。皆さんには援護をお願いします。まず私がよどみに待機して浄化を始めます。浄化が終わるまでの間、私が魔物と接触しないように守ってください。私が魔物と接触したり、浄化が終わる前に移動してしまうとやり直しになってしまうので注意してくださいね。これでどうだ？決める。
Thank you.
きますよ。食らいなさい。見事な勝利です。皆さんありがとう。